前回のヤス君との勝負に負けちゃったから、プラプラ部のみんなに合わせる顔がないよ。カニ君どうしたんだい。誰がカニ君や。俺はタコ君や。ああごめんごめん。何やカニ君って。いやそっ、どうした、なんで悩んでんの、どうしたの。なんかいやさ、ちょっと男同士やから言うけど、うん、絶対あの女の子たちには言わんとって。言わないよ、もちろんだよ。なんかさ、うん、前男のガチ勝負したやん、うん、それがさ、ちょっと自分からやろうって言ったのに負けちゃったせいでさ、プラプラ部に合わす顔がないねんな。なんだ、そんなことだったのか、イカくん。いや、タコくんやった。そうやね、タコくんやったね、うん、じゃあどう、もう一回真の男を決める男気対決やらないかい。いい、リベンジマッチだよ。マジやる。じゃあやろうか。うん、でも勝ってもどうなるんや。それ勝った方が、うん、プラプラ部の、うん、真の王だ。真の王、真の王、真の王やろう。それはやろう、真の王はやろう。やろうぜ、やろうぜ、やろうか。ああ次こそ絶対に負けねえ。カニ、カニ、カニくんちゃうわ、タコくんや。プラプラブ、それでは入場です。ちゃん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 、マジで頑張る。冗談抜きでやるから。よーい、スタート。食べて。その口目。タコくん飲め。あくらえな。大丈夫。喋るな。喋るな。笑うな。めっちゃ減ってるよ、ヤス君。早く。まずご飯を。ご飯早く。いいよいいよ、いいペースよ。頑張れタコくん。頑張れタコくん。あ、ヤス君はカレーは飲み物みたいですね。頑張れ。早く。隣は見るな。行け。今ね、途中結果、ヤス君も半分いってます。タコ君が4分の1ぐらいですね。うちらの方が早いんじゃないか。黙って見てろ。最後の追い上げがすごいの、俺は。早く。ね、頑張れ。ね。え、ヤス君めっちゃ早い。あと残り数2個です。まだわかんないよ、ヤス君途中でむせるかもしれないからね。大丈夫、君は大丈夫、勝てる、大丈夫、早く。あ、ヤス君最後の数を飛び切った。あと、ラストスプーン一杯。おっと、最後に書き込んで。はいはい、頑張れタコ君。飲み込んで、頑張れタコ君。飲み込んで、無理しないで、食べない、無理しないで。はい、ヤス君フィニッシュ。惜しかった。いいんだ、もう君はいいんだよ。次行きましょう。はい、ということで今回は早食い対決、ヤス君の勝利でした。おめでとうございます。プラプラブということで第2回戦告白バトル、よいしょー。ルールは女の子が2人いるので、片方は男性からプロポーズを受ける側の人、もう一人の人は元カノでそのプロポーズ場に乱入してくる人っていう設定で、女の子二人が私ともう人どっち選ぶのよってやるので、その場をどのように丸く収めるか。丸く収める、丸く収めればいい。丸く収めたり、そう、あのどっちも傷つけないようにとか。ああ、なるほどね。最後私たちのジャッジでこの勝負の勝者決まります。そうなの、ちょっとね、伝えたいことがあるんだ。何？ここはね、設定だったら戦国時代。はい、戦国時代。戦国時代。はい。俺についてきてくれないか。ちょっと待ってー。ねえ、ねえ、ちょっとあなた。ブレボー！じゃあ誰？私はこの人の元カノよ。なんで？元カノよ、ちょっと。死んだ。ちょっと戦国時代やから。ちょっとあなた誰？助けて私ね、ヤス君に触れないでよ。ちょっとあんた
りました。ありがとう、今日はレストラン来てくれて。どういたしまして。どうやった、あのエポポのために準備したこのレストラン。あ、なんかすごい綺麗だった。よかった、ちょっと見え張っちゃったんよ。うん、やっぱさ、俺ら草食べてた時からさ一緒やん。そう、雑草とかね。そう、あの時思い出したくてさ、ほら持ってきた。なにこれ、私記憶喪失で覚えてないかも。記憶喪失。うん。この時代知らない。え、そんな違うかも。誰と。ちょっとタコくん、え、なんでこんな誰この女、なんでこんなとこにいるのよ。誰ですか、サナ。お前死んだんじゃないのか。死んでない。どの女と間違えてるの。タコくん、タコくん、わかった、これは。ちょっとタコくん、わかった。サナ、まで見てくれ。俺あの時よりも強くなったから。これもやろう。あなた何やってるの。ちょっと待って、どういうこと。誰よ。あなた誰、誰、あなた誰。だってあなた何やってるの。な、誰。私の旦那さんでしょ。旦那誰よこの女たち。誰よ。私一筋って言ったじゃない。ある日告白してくれるって言ったじゃない。大丈夫だ。さっきの女は誰、あのボンバーの人は。違う、ごめんなさい。違う、いいんだよ、もう一回やってくれ。どっからやろう。ちょっと一回待ってくれ。一回落ち着け。ちょっと一回審議していい。ちょっと、え、あの主導権こっちじゃないの。あの記憶喪失とかやめてくれへんから。あの違うで。ヤス君寝るのもおかしいやん。はい、今日はレストラン一緒に来てくれてありがとう。どういたしまして。エポポのために貸し切りにしたの。そうなんだ、なんかすごい店長よね。うん、そう、三つ星のレストラン。そうなんだ。そう、でもやっぱし俺たちはさ、そんな高級なの似合わんやん。似合わない。昔みたいに戻りたいなと思って。え、なにこれ懐かしい。そうだから、これやろう、久しぶりに。うん、いくよ、よーいと。あっ、え、なにこれ。そう、グッチの指輪。左手出して、僕と結婚してください。ちょっと待ったー。え、誰、佐藤くん。なに、誰よこの女。誰よ。え、ちょっと待ってくれ。誰よ。なんでいるんだよ。私とて誰してたじゃない。あなたも見えるのか。ヘボボも見えるのか。私にもこうやって指輪くれたじゃない。お前は、お前は死んだんだよ。なんでここにいるんだよ。うるさい。違うんだ、違うんだ、こいつは死んでるんだよ。誰よこの女。私と結婚するの。私と知ってるわよね。君ともした、だから君ともするんだよ。どういうこと。二人は無理よ。私も嫌よ。俺はこの国を変える一夫多妻制にするんだ。お前たちは俺のことが好き、俺はお前たちが好き。いいじゃないか、これでな。仲良し、こよしだ。よし、じゃあご飯でももう一回食べようか。ね、ね、よし、じゃあとりあえず総理大臣でもなろうかな。うん、一緒帰らないと。プラプラブ、今回の勝負の結果、でん、タコくん。うそー、タコくんの勝利。なんで今一回上がったと思ったのに。自分で、ね、自分で上げてきた。絶好いい。万丈一致。万丈一致。でも私、じゃせーのだよ、せーの、タコくん。理由は、うん、ポロって出てきたのも良かったし、うん、2人のこと好きって言ってくれたから、うん、よかった。うし、なるほどねってなっちゃった。やっぱそう、1枚2枚上手だったから。安く速攻殺してたもんね。なんか謎に戦国時代で設定してあるからね。殺されてたし、そう、私残されたし、一人ぼっちにされたから、
ちょっと、ちょっと、それ校舎ばっかり。それからちょっと、ね、学んでいこう、やっぱり、はい、やったー、分かった、マジで取ったよ、じゃあなんかちゃんと勝てたということで、今回はタコくんの勝利でした。くっそー、1対1だね、いい勝負。じゃあ、第3回戦お姫様学校対決。はい、ルール説明をしちゃいます。できるな。姫なんで、今日はあのですね、お姫のことらもう無理や、お姫様抱っこをしてここを3往復するのタイプアタックをやります。そのタイプが短かった方が優勝です。そういうこと。ペアはこうとこうなんやけど、なぜならば私が重いから。いや、そんな重くないから。ちょっとモテるか、ちょっと試してみよう。いけいけ、モテモテ。頼んなくてごめんな。せーの、いやー、ちょっと待って、分かった。痛い、腰死んだ。その丸も持ち上げてみていいですか。俺なんで、あれ、こっちの方がいいんじゃねえかしら。ねえ、タケルを召喚。あ、めたい。タケルが持つわけ、ゆうきくんを。だってゆうきくんになってると。そう、タケルがゆうきくん持ってくれることになる。じゃあ、若い時に多分。すまんやけど、お前だよ。